父の死後、母を支えて生きるタレ、事故で友人を亡くしたヒョク、チェジュ島のみかん畑で再会した2人は、嵐の日の出会いに気づかないまま恋に落ちていく。パクヨンハ、イドンウク、豪華俳優陣の初々しい姿が貴重な青春ストーリー、ラビングユー、2月26日スタート。